ました。あれです。私がパパやママと一度お別れした時にあったコンソールのことですね。私もそう思います。早く行って確かめてみましょう。そうみたいですね。おそらくですが、コンソールに人を近づかせないために配置されているようです。おそらくあれも同じか、もしくはそれ以上のボスモンスターだと思われます。何よりパパを危険な目に遭わせるわけにはいきません。残念ですけど仕方ないです。え、そのはっきりとは言えませんが、多分。危険すぎます。できるだけ早く終わらせます。でも無理だと思ったらすぐ離れてくださいね。モンスターの役目がコンソールを守ることなら、コンソールから一定距離以上は追っては来ないはずです。はい、もしモンスターがパパじゃなく私の方に来るなら、すぐ逃げるようにします。you
はい。ただほんの一部ですし、攻略に役立つようなものはありませんでしたが、一応権限を完全に取り戻せないかも確認してみたんですが、あのコンソールからでは無理のようです。美味しいものたくさん食べてくださいね。よし、ギルト、いらっしゃい、キリト。そうなんだけど、秘伝の書の最後のところ切れちゃってるじゃない？ほら、この部分。そこのところでちょっと詰まってて。続き、何が書いてあるのかな。ひょっとして武器を使う相手と結婚するとか。ひょっとしてって言ったでしょ。冗談よ、冗談。とにかくいくら考えていても拉致が開かないし、とりあえず試しに作ってみるわ。それじゃあ早速取り掛かるわ。集中するから静かに見守っててね。ああ、私ってば、何未練がましいこと言ってんだろう。何が武器を使う相手と結婚するよ。いくらなんでもありえないでしょう。それに、キリトは…もう…ああ、もうどうしてこんな時にこんなこと思い出すのよ。まったくもう…何が助かったよ、リズよ。好きな人じゃなきゃ、あんなことしないっての。してよ、いろいろ危ない目にあったのに、どうして楽しい思い出しか浮かんでこないのよ。失敗？ありえない。失敗なんて。
この一振りは私の鍛冶屋としての集大成とするわ。前のキリトの剣、ダークリパルサーを超える最高傑作にする。そう私が決めたの。少し黙ってて。キリト、私はあんたのことが好き。あんたのことを本気で好きになっちゃって。でも好きになっちゃダメなんだって、諦めなきゃって思ったのに。私はキリトが好き、あんたのことが大好き。このところずっと一緒にいられて、私すごく幸せだった。でもいつまでも私だけで独り占めはできない。キリトには行かなきゃいけない場所がある。やらなきゃならないことがある。だから最後にとっておきをあげる。私がキリトにあげられる最高の贈り物、この剣は。ただあんたを、あんたのことだけを思って作るから。できたわ。受け取って、私の最高傑作。うん、やってみて。どう？その様子だと満足してくれたみたいね。よかった。代金はつけていいわ。いいよ。ただし利息もつくから早めにゲームをクリアしないとね。
どうしよっかな。私の武器はお高いのよ。そう。だから何としてもゲームをクリアして現実に戻らないとね。そしたらちゃんと会いに来なさいよ。うん、約束よ。キリトか、まあ聞いてくれや。86層にいる老人の NPC が攻撃スキルの習得クエストをくれそうだって情報を買ったんだよ。まあ聞けって。それでその老人のとこに行ったわけだ。そしたら延々長話を聞かされた挙句、クエストなんて起動しやしねえ。とんだ無駄金を使っちまったぜ。そのじいさんの若い頃の武勇伝だよ。長すぎてあんまり覚えてねえけど。確か飛んでいるドラゴンの目を潰したとか、川向こうの扇を一撃で射落としたとか、そんな話だったかな。ん？よく考えると遠くのものを攻撃した話ばっかりだったな。ってことは投擲スキル系のクエストなのか。いや、でも投擲スキル持ってるやつなんていくらでもいるのに、未だにクエストが起動したって話は聞かないしな。お、キリト、おめえなんか心当たりあんのか。あ、おい、ちょっと待てよ。どこ行くんだ。You guys, Clark, get the fuck off me.